マスローチングの高井です。今日はダイエットにおいて非常に大事なことをお話しします。直線モデルと円環モデルについてです。直線モデルというのは始まりがあって終わりがあるモデルのことです。すなわち2ヶ月短期間ダイエットのようなことが直線モデルです。一方、円環モデルというのはずっと続いていきます。継続していくモデルのことです。ダイエットに置き換えた時に、あなたは直線モデルを選んでいるでしょうか、それとも円環モデルを選んでいるでしょうか。歴史を振り返った時に直線モデルを取ってきたものは必ず消滅しています。一方、円環モデルの場合はどうでしょうか。歴史を振り返ってもずっと今まで続いているものは全て円環モデルです。マスローチングでは死ぬまで続けられることしかやらないということで、円環モデルを採用しています。あなたがもし今直線モデルを採用していたとしても、直線モデルから円環モデルに切り替えることもできます。健康は知るまで大事なことです。ぜひ円環モデルで臨んでください。マスローチングに関する情報はこの動画の説明欄に詰まっています。ぜひご確認ください。以上です。